岡田監督来期の正捕手は2人、矢印これどう思う？岡田監督、来期の捕手起用についてコメント、全試合1人のキャッチャーはしんどい、なかなか他のチームでも1人で賄ってるチームはない、正捕手じゃなしに、2人ともレギュラーキャッチャーがいる、ピッチャーの兼ね合いとか見て、2人で143試合になると思いますねと方針を明かした。来季も坂本と梅野だけなんかな、そろそろ栄田や中川みたいな若い選手も経験のために試合に出したってほしいけど、個人的にキャッチャーは坂本を主流で使ってほしい。岡田監督も坂本の活躍を認めてくれたからこその発言でしょうね。来年も長坂と栄田は出番なしか。坂本が評価を上げたってことやねえ。梅野の長年の功績は素晴らしいものがあるけど、しっかり世代交代のサイクルを作るためにも若手に経験を積ませる場面は必要やと思う。梅野はキャッチングやスローイングはいいけど、首をひねりたくなるようなリードが多すぎるように思う。将来の捕手を考えたら坂本メイン、中川、栄田がサブになると思う。捕手2人制は3制、1人が全試合守るのはきついし、そんな時代でもない。梅野はその日の調子のいい球を中心に投げさせるイメージで、坂本は相手の意表をつく球を投げさせるイメージ。まあ梅野がどれだけ盛り返せるかやけど、坂本の安定感は捨てがたいよな。坂本1人でフルイニングはさすがに負担かかりすぎて無理だと思う。6対4の割合で坂本梅野選手で良いかなと、2人とも若い年齢ではないし捕手の負担も考慮して。制球力の投手、西村上伊藤大竹は坂本、縦の変化及びパワー系の投手、佐伯青柳西純は梅野ってなるかな？梅野の一番きついとこはピッチャーの調子次第というとこ、ピッチャーの調子が良ければ抑えられるが、悪いと普通に打たれる。来季はどちらを正捕手にするかわからないけど、早めに優勝決めて若手にも10試合くらい経験させられたら最高。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。